皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド東京でカスタマイズした車をご紹介します。紹介してくれるのはなぜかボンド名古屋飯村さんっていうはい、飯村です。これボンド東京でカスタマイズはしてるんですけど、カスタマイズ担当したのが、はい、私です。飯村さんということで、はいはい、まさかのこうクロスプレイで、そうねまあそういうこともボンドグループできますんで、はい、まあ、お近くに店舗がない方はご連絡いただければそういったカスタマイズもできます、はい、で今回ご紹介させていただくのが AMG GT4 ドア、はい、63ですね、はい、S、もう外観がすごいことになってますけどこれそこからいきましょうか。まずとりあえずね、はい、色をね、はい、まずはね、これは、はい、どうする僕言っちゃっていいですか。え、どうぞ。ラッピングで、はい、ラッピングでまさかの緑色に、まさかのなってるんですね。なってます。イノゼテックのスーパーグロスフィルムっていうやつね。光沢が一番あるやつ。去年のセマなんかでもかなりこうスーパーカーをこう水色にしたりとか、そう、ね、オレンジ色にしたりとか、ね、なんかカーキーとかね目立ってましたけども、はい、このフィルム何がすごいって、とにかくツヤ感がすごいんですよね。すごいよね。俺もね初めて見たの。あ、そうなんだ僕結構東京で来てるから車見てないでこの車作ってるから。だからお客さんが今日はあの連絡してくれて、で新車入れといたからみたいなはいっつってやっといたやつって、俺いけそうだなっつって、そう、部品を名古屋から全部送って、で作業をこっちでやってます。ああ、なるほど。っていう形、とにかくツヤがすごいですね。すごいね。これ言われないと多分オールペンって勘違いしちゃうぐらい。いや、ほんとほんと。さっきもだからそのショールームの中入れといた時にも、来店されてるお客さんが、これすごい綺麗ですねって、でラッピングですって言うとみんな驚くよね。ですよね、うん、オールペンですよね。そしてこの肌がまたすごいですよね。そう、ツヤもそうだし、すごい。普通こうラッピングフィルムとかって多少こうボコボコしてるフィルム感が、フィルム感がね、若干肌も本当にツヤツヤっていう、うんうん。で今回これまた緑色にしたのは何か理由があるんですか。フィーリングですか。今回は、はい、お客さんのイメージ的にってことですか。緑がちょっと個人的に、僕個人的にあのやってみたいの、ちょっと最近だからブリティッシュレーシンググリーンとかね、かっこいいじゃん。確かに。なんかメーカーもやっぱりそのちょっとグリーンが多かったりとか、去年のジュネーブちょっとぼちぼちこう緑色のが出てきて、そう、緑色とかね。だからやっぱりそういうそのワールドプレミアされるようなモーターショーに行くと、ちょっと目につく色が緑だったりブルーだったり、ね、あとグレーだったりっていうような感じで、結構いろんなお客さんから新車オーダーするんだけど何色がいいと思うみたいな、相談とかもされるんですけど、まあ、第一声とりあえずグリーンって言っとこうみたいな。ちょっとトレンドカラーですよね。そう、かっこいいよね。なるほど。なんでとりあえず今回は全面にラッピングしてるっていう、はい、でもうラッピングのこの技術に関してはもう言わずもがな、もう全部ですよね。全部キワキワもちょっと後で見ていただけますけど、はい、ドアの内側とか、はい、もう全部貼れるところは全部貼ってあります。だから元、これちなみに元色何色なんですか。白です。あ、白なんですね、はい、一番嫌なやつ。一番白いところが全く残ってない。本当にこの今度ラッピングを検討されている方はもう間違いなく黒を選んでいただきたい。まず案内ところが目立たない。そう、どうしてもやっぱりヒンジの奥とか、そのドア開けてね、ヒンジ自体やっぱ貼れないから、だからそういうところに関しては白をベースにされてしまうとやっぱ目立っちゃう。全部貼るしかなくなっちゃうし、黒をベースだったらね、なるほど、ほとんど分かんなくなる。まずはもうボディの色を変えるってことでまずラッピングした、はい、してあります。で、あとはなんかペイントのカスタマイズなんかも、そう、あの部分的に、で、もともとそのカーボンエクステリアパッケージ、はい、この辺ですよね、がついてて、で、そのここの部分だけかな、ヒゲの部分だけがシルバーだったのをグロスブラックに、あとグリル、そう、パナメリカーナの盾とスターマークとその周り、あ、ここもちょっとスモークかけて、スモークの、はい、ペイントになってます。で、あとはボンネットバッジというか、バンパーバッジ、これもちょっとスモークかけて、うん、めっちゃ引き締まってますね、顔になってます。顔がだ、まあその素地とかは今回そのまま残して、はいはい、こういうとこ、ね、ある程度ね、立体感、微妙というか難しいとこですよね。そう、塗りすぎちゃうとベタっとしちゃうし、そう、だからやっぱりそのかといって素地を残しすぎちゃうとちょっとこうチープな感じにもなっちゃうんですけど、ね、うん、ある程度素地感は少しあった方が
今回はまあこの辺乗ってますからね、うん、質感はかなりいいんじゃないでしょうか。はい、そして横に回っていくと、横に回っていくともう飯村さんのカスタマイズって言ったらもう足元ですよ。足元、はい、はい、今回もえらいことになってますけど、はい、ADV-1 の、アドバンスシリーズの 5.27 の2ピース。これサイズもまたバチバチですね。バチバチです。意外と AMG GT4 ドアって何台かうちのグループの中でもやってると思うんだけど、多分そのバチバチ感っていうのがもうちょっといい、みんな あれかなっていう飯村さん流的に言うともうちょっといけんじゃね、ちょっとね、ああっていうので、なるほど、ちょっと今回出してみました。ちょっと限界まで攻めてみた感じ、ね、はい、攻めてみました。まあエアサスなんでね、車高の上下によって微妙に変わってくるんで、そのどのぐらいの車高でセットアップするかっていうところもあると思うんですけど、まあ、走る車高でセットアップしてもうつらつらに、そうね。で今回はフィニッシュはセラミックポリッシュですか、これ。フィニッシュは、ブラッシュドフェイスポリッシュドウィンドウズなんで、これ天面ブラッシュになってるんですね。そうです。でこの側面とかその他の部分がはポリッシュ、ポリッシュになってる、はい、これクリア乗せてあるんですか。クリアついてる。あ、クリア拭いてるんですか、うん、すごい。なんでその、まあ、天面もポリッシュにするともっとギラギラ、はい、それをちょっとワントーン落とすぐらいのイメージ。立体感出ますよね。出るね。特に横から見た時の立体感がすごいです、うん、でこれインナーもポリッシュ。インナーもポリッシュです。やっぱカーボンセラミックブレーキだしダソ出ないし中も綺麗な方が。なるほどなるほどなるほど。中もキラキラしてる方がかっこいいよ。結構そのインナーブラックにしたりとかっていうのはありますけど、うんうんうん、あれはねやっぱ手入れの問題だったりとか、うん、あとはこうディスクをこう強調させたい時、影にさせるとかねやったりしますけど、うん、今回はじゃあせっかくセラミックブレーキも入ってますし中も中までやってます、はい、ポリッシュです。でさらっとセラミックブレーキって言いましたけどしっかり入ってますよ。入ってます。これだとオプションで100万円オーバーですよ、ね、そう。セラミックブレーキ付き車をお客さんがもう大前提として、あ、それで車探したんですね。新車をベースに探してたんで。なるほど。そしてこのセラミックブレーキだとこのゴールドのキャリパーになるんですよ、ね、ゴールドのキャリパーになります。これ足元めっちゃ豪華ですね。じゃあね、なんかすごくこう華やかな。確かにこのグリーンの奇抜なボディに全然負けてないっていう、うんうん、いい感じです。いい感じです。そして車高は定番のロアリングで、ロアリングで IID のロアリングでできるだけ低め。あ、なるほど、はい。まあ、基準値変える部品で、はい、今まあコンフォートなんでスポーツプラスでもうちょっと下がります。あ、これでコンフォートなんですか。はい、なるほど。まあ、純正の車高の基準値変える部品で、まあ、下げた。上げ下げもそのまま使えちゃう。そのまま使える。そしてカーボンパッケージでこれついてくるんですか。どれ、これこのカーボン。あ、そう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 、エクステリアね。カーボンのこの辺と、あとこの辺のサイドスカート と、はい、この辺と。そうです、ドアミラーと。でエンブレム類と窓枠、ドアハンドルはブラックアウト、ブラックアウトで、はい、してあります。じゃあもうボディのメッキとかそのシルバー系のものを消してもう足元に全力投球してる感じですね。で後ろがまたこれコンケーブがすごいっていうね。いいよねやっぱりこう、すげえっすねこれ。反ってくるとね、だってもうこのぐらいの角度だともうハブが見えないですよね。ボルトホールが見えないっていう。それがなんか一つのこうなんかラインみたいな、反ってる反ってないのラインみたいな。確かに確かに確かに、すごいコンケーブです。そして GT4 ドア63、これ 4WS ですよね。そう、動きます。だからこう動くからまたセッティング難しくないですか。でももう行っちゃえみたいなあ、もうかっこよさ優先みたいな確かに。でも本当にあの 4WS なんでタイヤチョイスとか、うん、絶妙なところにしておかないと。そう、あんまりね行き過ぎるとね、ハンドル切った時に当たっちゃったりとか出てきますから、ね、うんうん、まあ、そんなセッティングになってる。そして後ろはカーボンエキステリアパッケージなんで、はい、もうなんかこの車だとこれ誠実しちゃいますね。そうね、やっぱ GT のフォードアっていうところなんで、やっぱりその S とかのフォードアって言っても S のフォードアとはちょっと違うキャラクターで、でエンブレムルーなんかも、はい、黒で、こっちもリフューザーもカーボンに、はい、でマフラーエンドを
グロスブラックでペイントしてあります。これテールとかで塗ってあります？テールは、今回触ってないです。あ、触ってないんですね。触ってないけどリフレクターだけ。ああなるほど、うん、はいはい、ちょっと消してある。で今回はなんとマフラーも、はい、マフラーも交換してあってカプリソのマフラーが入ってます。だからこれ出口はそのまま、出口はそのままなんで、うん、ちょっとせっかくなんでじゃあ音もかけましょうか。はい、はい、今回の車はこう純正のいいところは生かしつつこう合わないところはもうそっくり変えてる。そう、だからそんなにこう手数はたくさん足してないし、ゴテゴテした感じではないですけど、うん、エアロもつけてないけどポイント的にカーボンパッケージとカーボンブレーキは生かしつつちょっとこう好みじゃないボディカラーとかホイールはもうガラッと変えちゃうっていう、そうね、そんなカスタマイズ、はい、そんな感じ。そして中もちょっと、そしてラッピングもちょっと見どころなんで、そうだね、ドア開けた内側もこれすごいっすね。本当に白っすか？本当に白だってこのコーションとかも全部抜いてあるじゃないですか。そうでさっき言ってたヒンジとかもヒンジがそう前はねまだいいのよ、はい、前のヒンジはこの車はまだいいんだけど後ろのヒンジここってことですか？そう後ろのヒンジが運転席を開けた場合でも見えちゃう。あーなるほど。だこの運転席開ける閉めるが一番頻度が高いじゃん。でその時に、まあ、後ろのドアのヒンジだから見えなければまだいいんだけど、はいはい、運転席の開け閉めで後ろのドアのヒンジが丸見えになっちゃうっていう。でそれ今あのヒンジを黒く消し込んでるんでまだあそんなに気にならないじゃんって思うかもしれないけど、これが白だった時がやばいの。あなるほど。めちゃめちゃ目立っちゃうんで。確かにここまでやってあるとちょっとそういう隙ってダサいっすね。そう、うわそこをやってないんだ思っちゃうんですよ、ね、絶対思うタイプじゃんみんな。だからやっぱそこはね、一番細かく見ていかなきゃいけない。もうなんか全部当たり前のようにドア裏も、はい、コーションも、はい、後ろの席側もバッチリバレないように。すごいっすね。バレないようにっていうかこう好きなくやるってやっぱり大事だなっていう。言われなかったら本当わかんないよね。ストライカーのとこもだってストライカー一回外してやってるとっつもんね。そうすげえなこれ、はあ、そしてステアリングがちょっと、はい、ステアリングがもともとそのパネル類が全部シルバー、はい、標準シルバーが標準なんですけども、エディション1は黒のトリムになってて、スイッチパネルとかも全部エディション1のエディション1のパーツをそう新品取って移植して、ていうかよく出ましたね。結構普通に。本当ですか？出たよ、うん、限定車の部品とかって結構、まあ、確かにね、確かに入手が難しかったりとか意外と融通が効きました。 でなんかエディション1って入っちゃうんですか？そうエディション1ってね、その一番下の、6時の部分のパネルが、はい、純正は AMG だけなんだけど、あのエディション1の黒いパネルはエディション1って入っちゃう。でそれがエディション1じゃないのにエディション1だが欲しい人みたいになっちゃうの嫌で、買えなかった人みたいな。そうそれ一番嫌じゃん、はい、で純正の AMG っていうパネルを外して、そこだけポコンって外れたんで外して、それだけはペイントして移植してます。もうここまで来るともはやですけどね。もうまあね、はい、まあね、エディション1買えなかった人には見えないですけどねまあ、しっかり好きなくその辺もやってあると、はいはい、いやこれまたすげえの出来上がりましたね。ね、さらっとというかね、はい、あんまりこう頑張ってる感なく。そうですね、うん、ただちょっともう普通じゃないオーラは十分出てる。いやもう相当おしゃれ上級者ですよ。なってると思います。まあトランクはドアに比べて頻度も低いし、あ確かに塗ると剥がすのが結構大変だから。なるほどな。ほぼ開けないですもん。ほぼ開けない。ただしっかりこの辺は
全部、うん、だってこのドアのこのパンドアっていうかこの開口部のこの何ですかコーキングこれもちゃんと緑色になってますから、ね、すごいよね。すごいですよね。すごいわけわかんない。はい、というわけで今回は名古屋店の飯村店長がプロデュースしてボンド東京でカスタマイズした GT63 ややこしい、はい、ちょっとややこしくなっちゃいましたけどご紹介させていただきました、はい、もうボンドグループ各店いろんな車カスタマイズできますんで、まあ、お気軽にどの店舗でもご相談くださいませ、あとはこの後ちょっとかっこいい PV 風の動画もね走りながら撮影しますんでぜひそちらの方もご覧ください、はい、ボンドチャンネルチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。